keadaan lah apa yang okay. Okay. そう、みんな見た目怖かったみたいです。あのマウスピースもさ、結構迫力がある。怖いね、あれ。あれは何だろう。そう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 、ドラクラだよ。やりそうだね。ちょっと車大丈夫だ。俺払うよ、本当に。いった、腰。わあ、すごいいいじゃん、これ。そうだよ。わお。何これ。綺麗だな、整理されてるから。そう、ちょっとまた、宮古島とは違う感じで。いいですね。最高、最高。今日いいぞ、天気が。すげえいい。超いい超いい。おー、この空。あー、飛行機すごい、飛行機が。さあ皆さんこんにちは、どうも。ここはね、もう飛行機がすごい。うわ、こんな低空で、くわー、見て、見えるかな。いや、すごいねこれ。こんな近くにね、さっきから戦闘機飛んでるんですけど、いやー、いいとこじゃないですか。こんな近くでこんな綺麗なの、素晴らしすぎるな。これは見てこれ、わお、すごいね、すごい。いいね。おお、いい。最高だなこれ。めっちゃいい。さあ、ちょっとビーチでのんびりご飯食べる。みんなピクニックね。今日はね、またピクニックですから。チームもそのメンバーがね、ピクニックで。海来てますよ。肉がすごいですよ。びっしり焼き肉。はい。シェイワンで、どうか言いますけども。来た。いや、そうです。車買ってるのは正規でもただだから自分でのお金じゃない。どういう意味？5000万でも、どういう意味？税金払うんだったら5000万でも、人生一回しかない。だってちょっと言うなおい。今までは会社工場持ってたけど、でももう経営者は甘くない。甘くない。なんでっていうか、みんなは責任だよ。あの責任あるかもしれないけど、でも例えば。私は仕事を受けても相手たちは自信があり帰りたい。ああ、社員はね。
そう。でも私は許可もらってもやらなきゃいけない。要はね、自営業はやっぱり全部責任取んなきゃいけないでしょ。そうだよ。自己責任。そうだよ。土曜日でも日曜日でもやらなきゃいけない。だから結果的にかっこいいハートになるんですよ。そうえでもこれからじゃない。いいこと言うね。このアフリカ的ね、陽気なこれからじゃないって50のさ、おっさんにこれからじゃないって初めて言われたよ俺。これからって言ったの。工場の社長、不動産の社長でアフリカ人の社長見たことないんですけど、あるんですか。普通の日本の不動産なのそれ。不動産って言ってもあくまで経営者だから。資格持ってんの。あら、すごい。さ、僕ら同じ年らしいんですけど、車50歳でも持ってるでしょ。かっこいいじゃなくて欲しいものを誰でも手届かないものを誰でも買えるものがいいのか。つまんないすごいね。つまんないじゃん。いや、みんなが持ってるものは嫌だと。うん、どこでも買えるものは意味ないもん。でさ、これさ、この間僕話したけど、この方も一緒なんですって言ってたもんね、うん、皆さん見て、ベンツの G63 乗ってる人はこんな安そうなさしょうがないじゃん。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 5000円だよ、5000円。多分プレゼントで取ってもみんなは分かってるよ、安くないよ。高いの。ポスター間違えてるよ。だってバカだもん。ポタで運勢一番高いだもん。ポタだよ。ごめん。これ何？ポタだよ。これめっちゃスーパーで買ってきたんだと思ったんだけど。いや、僕の財布ほら5000円だから、これ5000円。こんな5000円の財布持ってる人いないよ。興味ないのもあれ一緒だろ。一緒だろ。興味ないのはもう。そう。もういくらで見せたら。正直これでも。高いけど、これ本物ですよね。大物だけど、1万いくら。高えな。そう。で、それちょっと財布どんなの使ってるか見せて。財布は、僕がこの安いんだ。普通の、私でも別に。高いよ。あ、普通のアフリカから買って。あ、そう。じゃあやっぱこれも別にブランドにこだわるじゃなくて。そう。そう、これとこれ。終わり。あと何でもいらない。シンプルだよね。シンプルだよね。あとマスク1枚あれば終わり。ですよね、靴も履いてなかったもんね、最後。いやいや、履いてなかったもんね、最近。靴だけあれば終わり。シンプルだなぁ。何でもやらない。同級生ですらしいですよ。そうすると先輩にしか見えないですけどね。好きなことやればいいの。そうね。沖縄に住みたいんだったら沖縄に住んで、うん、人生も。でも最初は長くね、普通に会社員やってたりねしてたんだもんね。そう。もうちょっと気づけばよかったとかそういうのは思わないでしょ。でも一切思わないね。それはなぜでしょう。はい、人生論。それ日本人よく思うんですよ。なんでっていうか、あの、うん、別に最初から、うん、お金持ってるわけじゃないから。できん、ああ、そうかそうか。タイミング来ないとね。そう、そのタイミング来ないと、このタイミングになってから、こうなってるだけだ。でもその発想もなかったでしょ。ない、ね、え、だって元々生きていく上でか、わしたか、しょうがないか。そういうこと。そっかそっか。だって経験してって分かったことだから。そう、あ、分かってもやりたいと思ってもできないわけ。そういうことだ。これ買いたいと思っても思っても買えないわけ。そりゃそうだ。あ、これだってさ、あの、うん、ディフさんが中途半端にいい給料のサラリーマンだったらそういう発想なかったかもしれないし、うん、ない、ね、全くないね。そうだよね。全くない。だからそういうことだよね、うん、この今の生きてた経験がそれを生んだわけだ。そう、だからそうだ、ね、最初のボビーに嘘をついてからこれうまくカットしてる。嘘。いいよ別に。嘘だ。言ったもん。王に言ったもん。言ったの。別に。最初は嘘をついてから。なんでこの社長がよくわかんねえな。嘘をついてから。なんでっていうか別に。まあ。何も。
スナック的な感じじゃないですね。なんか人ん家で食べてるハンバーガー、僕のなんかアメリカの家庭で出てきそうな。最後薬飲んでる感じみたいな。俺がたまらない。危ない。もうストレート打ってやな、もう。やり返したよ、やれ。ワンツーは、ワンツーは。うわ、すごい。危ねえ。おい。ひどい。ひどい大人だな。絶対こんなミット打ちやりたくねえ、俺。ひどいこの人。この人ひどいわ。お友達の子供にこんなこと言ってます。何でもやってない。やばいやばい。ひどいわ。うわーうわわわわわわ、来た来た。首怖っ。危ない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 。